皆さんどうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は何の事件を解説するの？今回は島根県で発生した未解決、柏木幸子さん失踪を解説するぜ。この事件は2012年8月、柏木幸子さん当時26歳が失踪したんだ。そしてその3年後の2015年8月、柏木さんが運転していた車ごと川に転落しているのが発見された。その中に白骨化した柏木さんの体があったんだが、これが妙だったんだぜ。何か体におかしな点があったのかしら？車の中の体は頭のみだったんだ。え？残りの体はどこへ行ったのよ？見つからなかった。流されちゃったとか？川の中でしょ？車体はドアガラス窓すべて閉められた状態で発見されたんだぜ。ドアや窓が開いていれば腐敗した体が流されたとも考えられるが、それもなさそうだ。え？不可解すぎない？何か裏があるわね。いや、それが明確な証拠がないんだ。自らの線も考えられたようだ。ただ最終的には、転落死事故として処理されたんだぜ。それにしても状況が不自然すぎるんだ。確かにそうね。首から下が見つからない時点で明らかに誰かにされた可能性あるわ。柏木さんは普段どのような人物だったのかしら？柏木さんは飲食店で働いていた翌月にはネイリストとして、上京を予定していたんだ。夢に向かって頑張るような人が悲劇に巻き込まれた？職場で何かあったのかしら？そこで浮上するのが二人の男性なんだ。あくまでも疑惑に過ぎないがな。柏木さんは失踪当日、勤務していた飲食店に来た男性と勤務終了後、一緒に店を出て食事に向かったらしい。その二人は柏木さんの知り合いだったのかしら？違う。柏木さんとは初対面だったらしい。柏木さんの勤務していた飲食店は顔なじみの客が多く、初対面は珍しかったので周囲の人も覚えていたようだぜ。その後の消息は？その後、最後に柏木さんの姿を捉えたのが駐車場の防犯カメラだ。一緒に店を出た男性1名と他の女性1名と口論になっている様子が映っていたんだ。なんで揉めたの？口論の理由や内容についてはわからないが、特に激しい争いがあった様子は捉えられていないな。その後の消息がわかるものは映ってなかったのかしら？その後の映像には、男性1名と柏木さんが車に乗って、自宅とは反対方向へ向かって走行していった。それが柏木さんの最後の姿だな。残っていたのはそれだけだ。失踪当日、柏木さんに何かおかしな点はなかったの？普段と特に変わった様子はなかったらしい。なんなら友人とその後遊ぶ約束をしていた LINE 履歴も残っているんだ。友人は LINE を返信したが、メッセージに柏木さんからの既読がつくことはなかった。飲食店での勤務態度は？良好だったようだ。店長も最も信頼している店員と評すほどだったんだぜ。そんな人が突然失踪するとは考えにくいわね。もはやここまで来ると自分の意思で突然いなくなったなんて考えられないわ。だろ？車の転落箇所にも不自然な点がいくつかあるんだ。どういった部分？柏木さんが転落した道路は、直進した先に河川がある箇所だ。ガードレールや街灯はなかったのかしら？この事故後に後から設置されたらしい。じゃあ事故の可能性も100ないということはないのね。そうだな。地元住民の話では、転落現場あたりは夜は真っ暗だったみたいだし、うっかり誤って落ちてしまったということも考えられたみたいだが。飲酒運転をしていたという可能性もあるわよね。いや、それが運転前に柏木さんが飲食店で飲んでいたのはウーロン茶などノンアルコール飲料が中心だったそうだ。客や従業員が証言しているぜ。もしかすると柏木さんは何者かに命を奪われ、証拠隠滅のために車ごと川に沈められたかもしれないってこと？そうだな。柏木さんの体が見つかった車の損傷具合も不自然なんだ。ドア窓は全て閉まっていたが、フロントガラスが傷んでいたらしい。これはよほどのスピードで川に突っ込んだと考えられる。事件現場の道路は直進の先がカーブになっていたわよね。地元住民がよく使用していた道路らしい。柏木さんも利用する頻度はそこそこあったんじゃないか？カーブがあると分かりきった道を、そこまで猛スピードで走るかしら？それなんだぜ。しかも傷んでいたのはフロントガラスの上部。川底に沈んでいた車はひっくり返っていたらしい。転落の瞬間をイメージすると、猛スピードでカーブを曲がりきれず、川にダイブしてしまったのかしら？道を外れて車が川に落ちる瞬間に、勢いで車体が半回転したとしたら、どれほどの勢いか想像がつくよな。交通事故で車のフロントガラスが損傷してるのをよく見るだろ？あれはもうよほどの勢いじゃないと割れないわね。そもそも車のフロントガラスは、2枚のガラスの間に膜が挟まってる。
耐久年数も20年程度でそうそう痛むものではないんだ。川面に叩きつけられた勢いでフロントガラスが傷んだとしたら相当な衝撃ね。フロントガラスが傷むいの衝撃でスピードを出す必要性は？交通事故現場をイメージするんだ。フロントガラスを痛めつける衝撃といえば、自動車同士の正面衝突や石が当たったパターンとかがわかりやすいだろ？もし仮に、スピードを出しすぎて転落した自損事故だったとしたら、なんで車体から白骨化した頭部しか見つからないのかってことよね。謎が多すぎるわ。でも車一台沈んでたら、割とすぐ警察に発見されそうに思うけど。それなんだよ。柏木さんが失踪直後、警察は大規模捜査を行ったんだ。ただその時点では何の手がかりも見つからなかった。結局柏木さんの車が発見されたのが失踪の3年後だ。時間が経って捜査が縮小されてから、柏木さんの車は発見されたのね。つまり、大規模な捜査が一旦終了するのを見計らって、犯人は川に車を沈めた可能性があるということね。その可能性は十分にあるぜ。不自然な部分がたくさんあるが、やはり一番は発見された体の状態かもしれないな。車内に残っていたのが頭部のみで体が行方不明ね。事故だったとして、体が消えてなくなるか？もし手にかけられた場合に考えられるのは、犯人が柏木さんの身体に証拠を残してしまったのでは？ということだ。手を加えたらあざが残るし、DNA 鑑定でバレる痕跡を残したのかもしれないわね。あとはやはり柏木さんと共に飲食店を後にした男性客の存在だな。ただ最後まで行動を共にした男性は柏木さんに家へ送り届けられたと言っているんだ。となると、その後の帰り道で何者かに襲われた可能性は高いな。ただそうなると、何も証拠がない。迷宮入りだぜ。加害者の見当がつかないわね。それに体についてだが、人間の体は白骨化するまでに1週間10日なんだ。つまり、体がいつ頃白骨化したかはわからないということね。沈められて白骨化したのか、沈められた時点ですでに白骨化していたのかすらわからないな。そもそも日本の DNA 鑑定の基準も曖昧なんだ。DNA だけでは個人の特定は不可能だからな。体の場合は早体の治療後から個人と断定したりする。確かめられないことが多すぎるわね。確定的な情報は何もないままじゃない。そうだな。土地柄的にも防犯カメラも少なそうだし、捜査は難航してしまったようだな。事故現場自体も曰く月の場所みたいでな。もはやここまで来るとオカルト説も出てきてるぞ。何それ、聞きたい。この事故現場の川には、橋がかかっているんだぜ。柏木さんが転落した現場のすぐそばだな。その橋に何かあるの？時は江戸時代まで遡るんだが、この現場あたりは昔は城下町でな。お殿様が城を作るため、資材を運ぼうと橋を作ったんだ。まあよくある話っぽいわね。その橋がどうやって曰く月になるのよ？いやそれがだ、何度も橋を架けようと試みたんだが、どうやっても工事に失敗し続けてしまったそうなんだ。まあ資材を運ぶほどの巨大な橋でしょ？簡単にはいかないでしょうね。そこでひらめいたのが一柱なんだ。一柱生贄でしょそれって。その通りだぜ。この川には、もともと人が渡るための小さな橋が架けられていたんだ。特に誰が決めたわけでもないが、この橋を明日一番に渡った人を一柱にしようと、決めてしまった。それは理不尽の暴力ね。そこで翌日、一番最初に橋を渡った男性は、有無を言わせず箱に押し込まれて橋桁の下に生き埋めにされたんだ。え。その後は？一応橋桁にはその時に生き埋めにされた男性の名前が付けられたらしいがな。名誉ね皮肉だけど。その甲斐あってか、橋は無事に完成したんだぜ。何度も失敗を重ねてたことを考えれば、人間にはわからない力が働いているのかもしれないな。その後は？その後橋は17回にわたって架け替え工事がされたんだが、昭和に入ってからの工事中、不慮の事故で1名が犠牲になった。その場所が、ちょうどその人柱の人が生き埋めになった場所でもあったんだ。偶然なんじゃないの？まあ伝承ってそういうものでもあるけどな。ただ、昭和の人々は江戸時代の人柱のことを鮮明に記憶していた。当時は新聞に掲載されるほどの大騒動だったんだぜ。現在はどうなっているのかしら？今もその橋のたもとには石碑が設置され、この当時の記憶と、二人の名前が記されているらしいんだ。関係あるのかないんだかわからないわね。まあな。ただこれだけわからないことが多いと、伝承とリンクさせてオカルト説も浮上するだろうよ。他に考えられる可能性はないの？あとは柏木さん失踪事件の数年前に似通った事件はあったみたいだぜ。
その事件との関連性は疑われているな。え、それどんな事件？同じく島根県で発生した女子大悲劇だ。物騒ね。この悲劇はこの YouTube で話せない内容だから自分で調べてもらえるといいぜ。さっき調べたわ。本当に胸クソ悪くなるわね。これと柏木さんの事件と何か関わりはあるのかしら？実はいくつか共通点があるんだ。ええ、そこ教えてよ。まず、事件が起きた季節が同じだ。女性の体格も小柄。共通してアルバイト先を辞める直前の時期。退勤後に失踪している。共に接客用で、夜に失踪している。被害者の特徴としては似てるかもね。そんな犯行を行う人物が、普段から社会に紛れて生活してると考えるとなかなか怖いわね。女子大生被疑者について言うと、普段は至って真面目でおとなしい人物だったらしい。福岡県内の国立大学の夜間部に進学した後、一般企業に営業職として勤めていたそうだが、成績も優秀だったそうだ。そんな人物が突然ここまでの犯行に及ぶのかしら？実はこの男にはもう一つの顔があったんだぜ。と、言うと？男は大学を中退し、営業職に就くまでアルバイトを転々としていたんだ。その間、道で女性に刃物を突きつけるなどで逮捕もされている。真面目な人ほど何か日頃から押さえつけているものがあったのかしらね。それにしても残忍すぎる犯行だけどな。柏木さんの悲劇も、こうして何食わぬ顔で柏木さんに近寄り、犯行に及んだのかもしれないな。人間の心の闇は深いわね。この被疑者の男は交通事故死だっけ？どんな最後だったのかしら？男は事故前、母親と共に父親の墓参りに訪れていたんだ。その帰りに車でガードレールに突っ込んで炎上。母親と共にそこで最後を迎えたんだぜ。それは事故なのかしら？そうだけど、あまりわからない。結局ここもわからないままなのね。そうだな。事件の闇には人間が持つ影の部分が深く関わっていて、第三者には結局何もわからない、到底理解できない、そういう場面がいくつもあるのかもしれないな。ただ被疑者にどのような理由があったにせよ、正当な理由もなく若い命が奪われることはあってはならないわ。全くその通りだな。今回フォーカスした事件の柏木さんにしろ、女子大生にしろ、未来ある若者が理不尽に命を奪われているわけだ。どちらも悲惨な結末でな。これだけのことが起きておきながら、結局事件が起きた理由も内容も不透明なままって。なんだか釈然としないわね。捜査のあり方や手法は正しかったのか。柏木さんの捜査についても、最初の大規模捜索でなぜ何の手がかりも見つけられなかったのか。警察の捜査のあり方を問う声も上がっていたな。様々な側面から事件を見ると、疑問に思う部分もあるけれどでもいかなる理由があるにせよ、やはり被疑者に一番の問題があると思うわ。平和に過ごせているのが当たり前になってしまってるのかもしれないが、こういう事件が起こるたびに自分の人生を見つめ直すのもいいと思うぜ。そうね。できれば後悔なく生きていきたいものね。